はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日のグラフィックデザインの歴史を変えたレジェンドは3名おります。ゲルト・アルンツさん、オットー・ノイラートさん、そしてマリー・ライデンマイスターさんの3名になります。日常のあちこちで使われているピクトグラムやサイン、みんなの身近なところで言うと絵文字もその一つです。いわゆる視覚言語と呼ばれるこれらの原型となったのがこのアイソタイプと呼ばれるものです。これを1920年代に開発したのがウィーン出身の哲学者であり社会学者、そして政治経済学者の一面もあったオットー・ノイラートさんです。そしてノイラートさんと共にアイソタイプを生み出したデザイナーこそ今回の主役の一人、ゲルト・アルンツさんです。もう一人、後にノイラートさんの後妻となるデザイナーであり社会学者、そして作家としての一面もあるマリー・ライデンマイスターさんも忘れてはならない人物です。アルンツさん、ノイラートさん、マリーさん、正確にはねまだ仲間がいるんだけど、この3人で仕事や家庭生活から政治経済に至るまであらゆるものを図案化し、世界共通言語を作り上げました。それではまずはアルンツさんからの話からしていきたいと思います。アルンツさんはバルメンの美術工芸学校で教育を受けて、アイソタイプに携わる前からすでにねアーティストとして成功していました。若い頃はプロイセン軍に従事したり、両親の工場で働いたりしていた彼はキャリアを通じて政治活動に参加しています。1920年にはケルン芸術革命集団の一員となって、戦争、労働者の抑圧、貧富の格差など1920年から30年代におけるドイツの厳しい経済状況を反映したテーマで木版画を制作、それがね当時ウィーン社会経済博物館というところの設立者であり館長のオットー・ノイラートさんの目に留まり、ウィーンに来て自分の夢である情報デザインのプロジェクトを手伝ってほしいと依頼を受けます。これが出会いでした。アイソタイプの開発当初は統計を図表化する手法、ウィーンメソッドと呼ばれていました。これは今のピクトグラムのように素早く情報を伝達すること以上に、戦争のせいで教育を受けられなかったウィーンの労働者だったり、あと言葉がわからない移民に複雑な社会経済をビジュアルイメージとして伝えて教育することを目的としていたそうです。急激な社会変化にさらされ、それに対応すべく状況を理解するために視覚言語が生まれて、それが普及。言葉は学習しなければ理解できないけど、絵文字なら視覚さえあれば年齢や国籍を問わずに誰でも理解ができます。ノイラートさんは情報デザインの新しい視覚化手法を提示した人物とも言えるかもしれません。ノイラートさんの視覚言語の特徴は、増加や減少をシンボルの大きさではなく数で表したことです。例えばこれとかね、これなんかもそうですね、今見るとね当たり前のように見えるけど、こういうふうにイラストで表すということはパッと見ただけでね、それで情報が伝わる、人数の多さが伝わるというようになります。グラフィックデザインっていうのは情報と人々の理解の間をつなぐ仕組みでもあります。例えばこれ分かりやすいところで言うと地図の表現などがそうです。地図の表現などで理解の妨げになる情報を削ぐこともその一環です。情報を削ぎすぎてしまうこともあるし、情報を入れすぎてしまうこともあるので、そういったバランスはちょっと難しいですが、個人的には常にね自分だったらどうだろうということを考えて、デザイナー目線というよりは普通の一般素人として常にものを見るという訓練はすごい大事かなと思います。それでは話を元に戻しましょう。その後1930年、ノイラートさんは情報を盛り込まれた地図帳、経済と科学を出版します。この本にはアルンツさんが監修した木版画のシンボルを用いた統計図表がなんと100も掲載されていたそうです。そしてこの本によってアイソタイプというものが世界から注目されることになります。その後ノイラートさんはウィーンで作っていた研究施設をロシアにも立ち上げて、ニューヨーク、ロンドン、ベルリン、ハーグで展覧会を開催します。これによってアルンツさんは結果的にアイソタイプのために4000種類ものピクトグラムを制作したそうです。とんでもない数だね。本の出版から4年後の1934年、マルクス主義だったアルンツさん、ノイラートさん、マリーさんはナチスから逃れるためにオランダのハーグに亡命します。ナチスがね反マルクス主義なので、
まあ、マルクス主義の社会的思想を持っている人は追いかけて捕まえてたのはね、すごい有名な話ですね。マルクス主義ってなんだという人はね、ぜひググってみてください。亡命したオランダのハーグでは視覚教育機構を設立して、同世代の芸術家や政治活動家の間で幅広い知人を育てます。そして1940年、ナチスがオランダを侵攻すると、ノイラートさん、そしてノイラートさんの、ね、5歳になったマリーさんは他の亡命者とともに無甲板船と呼ばれる船に乗って海峡を渡ってイギリスに逃げます。その地でオックスフォードに、ね、アイソタイプ研究所を作ります。そしてオックスフォードのアイソタイプ研究所では当時の、ね、陸軍省から依頼を受けて戦時中に様々な出版物を刊行しています。そしてその5年後、1945年にはノイラートさんは亡くなってしまいます。ですがマリーさんはね、自身が亡くなる1986年までずっとアイソタイプ研究所で仕事を続けて、ノイラートさんの遺構の出版や、あとアイソタイプ方式を用いた児童向けの本を数多く執筆しました。ちなみに余談ですが、このマリーさんはノイラートさんの3人目の妻です。ノイラートさんの最初の妻は長男の誕生とともに亡くなっていて、2番目の妻オルガさんはオランダに亡命して割とすぐに亡くなってしまっています。でこのマリーさんとはオランダに亡命、そしてイギリスに亡命した際に結婚という形になっていますが、なんとね、このオランダに亡命してからイギリスに至るまでの話がマリーの思い出オランダ編、夫ノイラートと3人目の妻の回想録という形でなんと翻訳されていて PDF 化されてネットに上がっています。これね、概要欄に URL 貼っとくので、お時間ある方はぜひ読んでいただくといいかなと思います。セリフの細かい部分に至るまでね、あと人間関係に至るまでなかなか見応えのある文章でした。あとはね、ノイラートさんのね、実績っていう部分、どういうことをしていたのかっていう部分もね、具体的に知れる資料になっています。さすがね、作家としての一面もあるマリーさんの回想録っていったところかなと思います。それでは話を戻して、アルンツさんはどうしたのかというと、アルンツさんはオランダにそのまま留まりました。反ナチスっていうね、信念とは裏腹に1943年にはドイツ軍に徴兵されています。終戦後はそのままハーグに戻って、統計機構を通じて仕事を続け、膨大な数の独創的なシンボルを監修し続けていたそうです。これらのアイソタイプを見ていると、美しさの他にも楽しさというのを忘れていないことがわかります。それはノイラートさん自身、近代人は映画やイラストを親しんでおり、これら娯楽の中で目を通じて楽しみながら知識を得ている、こういった方法を社会的教育にも用いるべきと述べていたことからも、楽しくというのを意識していたんだと思います。ノイラートさんが視覚言語の体系を提唱し、ライデンマイスターさんとアルンツさんとともに美しく、なおかつ楽しく仕上げる、情報に形を与えただけでなく、それ以上のものをもたらしたからこそ、アイソタイプは世界に影響力をもたらしました。こうした3人の意思は時を超え、現代の今、僕たちデザイナーたちにも継承されています。